友達と2人で飲んでて、うん、でその友達がね、なんか携帯の調子がずっと悪いって言い出したのよ。ほうほう。で、マジみたいななってて、うん、それでなんかその携帯ずっと触ってて、動かへん動かへんみたいな、全然電波が通じひんねんみたいな、お前んとこどうみたいな、あ全然繋がってるよみたいな、なんでやろとか言ってて、うん、ようみたいな、そのスマホケースが透明のタイプやったけど、そいつ、はいはいはい、でそこになんかね、そのチョコの包み紙みたいな色が可愛かったからで貼ってたかもしれんけど、うん、それが銀紙のやつやってん、なんか、はあはあはあ、はい、で、そのアルミなんか、それはその電子機器に巻いたら、うん、多分電波なんかなくなるよと。いや、俺はね、その中学生とか高校生の時から YouTube で頭にアルミホイル、ホイル巻いてるおばはんの YouTube とか見てるから俺分かったけど、お前そんなの普通分かるやろみたいなこと言ったら、そんなの普通じゃねえよって言われたっていう、うん、そうだよ、なんなんだよその話怖いな、全部